その目でしっかり見てくる。どうだ。ずいぶんと小さいな。それでは螺旋丸とできていることに。最後まで話を聞かないやつだ。畜生。どうしました？なるほど、ひどい。では私がいい。それってこれをこれからはクールな、スマート、努力や根性といった言葉はもう時代遅れなんです。若、あなたが新しい時代科学人具を使って次世代の忍びってやつをみんなに、その師匠気取りの方と七代目にもね。さ、新しい。サスケのおっちゃんはまだ。おい、ボルト。ボルト様に任せておけ。よし。うんうん。んしし。おいおい。よし。よ、うん。you
ちゃん。今度こそ見と。よくも少ない時間でそこまでできたな。父ちゃんとは違うんだよ、才能が。確かにそう思いたくはなく。で、どう？いいだろう、弟子にしてやる。で、何すん？まずは、お前。でもこの…あの時のあれが…全然違う。だから…わかったよ。前の俺と、今の…生まれ変わった俺の実力を見せてやれ。生まれ変わったか。やってる。ボルト忍術、炸裂だってばさ。驚いただろ、俺の華麗な。俺は本当の…だが、これがお前の答えってことだな。どういうことだってばさ。一つ尋ねる。お前はなぜ…なぜって…そりゃ…父ちゃんに勝ちてえか。うすらトンカチ…うすら…いいだろう、望み通り。これから修行…よっしゃ。確かこの答えは。これは簡単だってばさ。
ージの問題かよ。この問題、歴史の問題じゃねえぞ。よっしゃ、俺にかかれば楽勝だってばさ。よく筆記試験くらいを。よしよし、さてじゃあ少し休憩でも次。はっ、はい。